はいどうも皆さん、こんにちは、ゆきです。さあ、今日もですね、ビットコイン、インサリアム、リップル、テラコト、ルナ、ソラナ、MV、原作したね、こちら6名からチャート分析していきますので、ぜひ最後まで気軽にお付き合いいただけたらなというところではございますが、本日がですね、3月の24日の木曜日、時間が午前10時55分ということころで、今日の動画を撮影しております。今日皆さんに元気とチャート分析をお届けしてまいりますよということで、僕のチャンネルでは皆さんのチャート分析に役立ち情報を日々発日々信しておりますので、今日の動画を見て参考になったら、ためになったら面白かったななんて思っていただいた方はですね、ぜひ、 チャンネル登録ボタン、グッドボタン、あとはね、ベルマーク、通知オンですね、えー、にもしておいていただけると、えー、私の動画でがですね、えー、見逃すことなくお楽しみいただくことができますので、ぜひね、そちらもご活用ください。はい、ということで、早速ね、始めていきます。えー、今日もですね、京都で、えー、オープニングトーク、えー、昨日ですね、ちょっと、えー、ある諸事情がござ,ございましてね、えー、ある部分をカットしましたが、 ご覧になってしまった方は特に、ね、問題なかったよと言っていただいた方もあったんですがいらっしゃったんですが、まあ、僕的にちょっと気に入らなかったというところで、えー、そこの部分だけカットさせていただきました。 えー、ご視聴途中の方でね、急に見られへんくなったという方もいらっしゃったので、そこはね、えー、本当に申し訳ありませんでした。まあ、あくまで本当にね、僕の個人的な、えー、誰から指摘があったとかじゃなくて、僕的に見てて、わ、なんか、いつまでこいつやってんねやろって自分で思ったので、えー、そこだけね、カットさせていただきましたよというところでございます。はい。で、えー、っとね、オープニングトーク、今日も今日とてやっていくんですが、えー、オープニングトーク必要ないよ。まあ、今日のはちょっと見てほしいけど、はい。<laughs> あの、希望ね。<laughs> はい。ですけど、あのー、別にいらないよという方は、動画の概要欄ね、一番下チャプターつけております。そちらから、えー 自分の好きな銘、えー、柄のチャート分析までワンクリックで,ワンクリックで、えー、スキップすることができますのでそちらぜひ活用していただいて僕の動画は皆さんの時間に合わせてね、えー、自由にお楽しみいただけたらなというふうに思ってお,ってってっております。はい、ちょっと今日はね、えー、神々カな状態でございますがもうね、このまま、えー、ワンテイクで行いたいなというふうに思っております。はい、では今からオープニングトークなんですが、えー、ちょっとですね、先にあーのー水分補給だけしとこうかなと思うね。あのこちらね、トロピカーナ。 あーこれね書いてあるんですよおいしい果実と栄養ね一1日1日不足分のマルチビタミンって書いてあるわけですよねちょっとこれ飲んどこうかなと思うねビタミンが足りてないからうんビタミンが足りてないわうんーあ,ああビタミンが入ってきたただね僕にはね全然足りてないビタミンがあんのよ こんなね、ここに書いてるよ1日の不足量ビタミン B1、B6、ねビタミン C、カリウムこんなもんじゃいますよ僕に一番足りてないビタミン何か皆さんもご存知でしょうビタミン G もうそんなもん聞いたことないわと思ってる人も多いかもしれへんけどみんなのグッドボタンが足りてないよって言ってる <laughs> 配信者にとってね、グッドボタン、ツイッターのいいねこれはもうビタミンと一緒ですよこんなもん不足したらね病気になってまうねんから だから見てください僕こんなところにね大きなニキビできてこんなもんねみんなのねグッドボタンが足りてたらニキビぐらいに治ってるんですわ自己治癒能力で治っとるんですわほんまに何度言うたらわかる <laughs> ほんまにみんなのグッドボタンがどんだけ大事やー言うて何度言うたらわかるもう3日もうやみんなもう3日経ったら忘れるあー3日経ったらじゃあ俺も動画やめたろかー言うてる <laughs> そうけどまあ上空っぽく言ってるけどマジでねあのー、ほんまにちゃんとグッドボタン押そう <laughs> もうこんなんじゃ補いきれへんねんからトロピのカーナちゃんじゃ無理なんやからみんな分かってるトロピのカーナちゃんじゃビタミン B1B6 ねビタミン C ここまでしか補充できへんのよ補填できんのビタミン G は誰がじゃあ補填しますかみんなの人さし指でしょっていうことわかる みんなの人差しし指ででょっっていうこと <laughs> 大事ななだから2回言ったで <laughs> みんなのその0.1秒をくれって言ってね <laughs> 俺はみんなのためにこれいつも毎日な2時間から3時間撮ってね動画ね撮って編集して、まあ、編集は俺してないんだけど編集したということにしといてくれよ頭の中で編集してんねんから編集してねえー、とアップロードしてでみんなに届けるためにツイタもしてってやってんのにみんなはその0.1秒もくれませんかっていうこと。 言ってる勇気は言っている <laughs> ここに強く言っている <laughs> ちょっとビタミンあの C は補充しとくわついでにカルシウムも足りてない可能性があるねまあそれはもうあとでサプリで補充,補充しとくわけど <laughs> ビタミン G ね僕はビタミン G と呼んでますがグッドボタンですよはい 高評価、グッドボタン、ンえー、ツイッターのいいね。こんなもん足りてへんねんから、全く持って。<laughs> ほんまに。ね、お忙しいかもしれない。ただもう動画をスマホで見てる方は、ちょっと一回縦にしてみてよ、動画を。ちょっとだけピュッてた、今など、どうせシャート見んでんねんから縦にしてみてよ。もうすぐ、すぐ左下にあるやん。こうやってるやつあるやん。俺やで。俺やで。<laughs> ね、これをぜひですね、皆さん、あの毎日。 あの一日一善っていうことが、まあ、あるけど、ね、一日一グッドですよ、本当に。えー、よろしゅ頼んます。ね、ほんまに毎度おきによろしゅう頼んます。ね、ほんまに顔捨てたろうかな、言うてね、言うとりますけれども、えー、本当にね、えー、皆さんのグッドが、まあ、僕のビタミンになり、ね、こうやって動画を続けていく栄養素としてね、うん必須アミノ酸、ほんまに、<laughs> そういう感じでねあの、僕の体内に生き続けていきますから、あのぜひですね、えー、グッドボタン、私の一つグッドボタンぐらい押さんでも、 うん別にそんな勇気は何も思ってへんって思わんと。あんたのグッドボタンがいっちゃん大事や。知らんけど。<laughs> 頼んだね。はい。ということでですね、えー、今日も今日とて、えー、楽しくチャット分析していきますので、ぜひですね、グッドボタン忘れずに押していただけたらなと思います。あと、バイビット使ったことない人、バイビット使ってください。よろしくお願いします。はい。動画の概要欄、こちらも一番上にね、バイビットの講座解説への URL、えー、つけております。講座解説は無料。えー、1分で講座解説できる。ねーということでね、ぜひぜひよろしくお願いいたしますよ。 ね、ビタミン G。合言葉はビタミン G。聞こえた聞こえた。みんなからズボーン聞,え聞こえてきたわー。ということでございまして、えー、ビットコインから。<laughs> ね僕ね、ほんまにね、あのー、話と話の間が多分区切れないからでしょうね。あのー、YouTube さんがですね、 あのミッドロールっていう途中途中の広告 CM があるんですけどあのそれを入れれなくなってきてしまってますはいあのー、最近すげえなんかまあそういうてもほんまにあのビビたるもんなんやで別に生活できるほどの広告収入なんか一切ないでけどまあビビたるもんやけどまあみんながね動画を見てくれたことによってねあのちょこちょここうほんまにお小遣い程度のね <laughs> あの広告収入っていうのが来るわけですよ YouTube が分かれてなんか最近めっちゃ少ないなと思ったら昔はねやっぱりこうね あの緊張もしてたし口もねあのなんかこう考えながら喋ったからな,か,こうなかなかもう今なんかもう本能のままにね「ありのままの勇気見せるのよ」言うてね喋ってるからもう喋ると喋るべ間に隙間がない。じゃあも YouTube さんで自然なところに広告入れようとするからあの広告がもう入らなくなってた。 あ最近気づいたんです。だから僕最近自分であの中間地点に広告入れてますので、あのぜひ皆さんあの広告もね、あのー、スキップしてもいいけど、あのー、ちょっと見てくださいね。<laughs> 僕のお小遣いになるからね <laughs>。<laughs> はい、そんなこと言うとおりますが、えー、そのままですね、えー、こっからよ、えー、ビットコインのチャート分析に移っていきたいなというふうに思います。こっからが本番やな。みんなからしたらな。はい、こっから本番でございます。さあ行きましょう。では、えー、ビットコイン、日足から、えー、出しておりますが、 悪かねえと僕は思ってんねんけどななんか結構下げ目線というか下目線の方いらっしゃるんですけど僕ここまで来たら一旦4万5,000までは見ていいんじゃねえのって思ってるんだがどうふふふどう どうかしらあなたたち。あなたたちはどう思ってるのかしら。ねえ、本当に。ただ、まあ4万5000はさすがに叩かれそうやなとは思ってるけど、まあこのレンジを突き抜けることになるからね、まあ、本当にあにかなり、えっ、ー、と、好転する材料の一つになるんかなとは思ってるけど、とりあえず4万5000が担になるであろう想定ではいくと、まあ今現状、えー、最終の。 突突破破地点っててていううのははしるるよよに僕は見えてるんですよなのでまあ一応想定としては4万5000まで見てるまあ、えー、まあ冷やしでね見るんやったらまあ僕と同じ水平線引けまへんわーいう方は200イエメぐらいかなって考えておいてもらったら大体まあ4万4700とかまあその辺になってくるかなと思うんですけどまあその辺ぐらいまではうん上げれんじゃねえのーっていう感じではざっ ざっぱりって何 <laughs> ざっくりさっぱりきっぱりざっぱりもう全部ま,しま混ぜこぜしたらざっぱりやでなこれから使っていきみんな <laughs> ちょほんま最近ざっぱり言ってさって使っていきなあ、みんなにはてなの顔されるざっぱりねざっぱりざっくり、えー、やっぱり4万5,000ぐらいまでは見ていいんじゃねえのっていう感じでは見てます冷やしレベルで見るとねはい。 で、こっから先を。じゃあ次、あのこっから先の動きどうやって見ていくのっていうね、有機的にどうやって見てんのっていうところですね。ただ、まあ、4万5万五千までは行きそうだなと思ってるは、もういるもののよ。ものぬ、うん。もののふ。もののふなんやけど、えっ、ー、と、一応、今現状なんですけど、四字干しで見たら、ダブルトップ出てきてるんですよね。直近の高値、抑えられちゃったんですよ。で、えー、結局、あ、直近高値抜けられへんねやーっていうところから売られるとするならば、まあ一応、えっ、ー、とね、 4万1600、700ぐらいかな。この辺りがまあ最終防衛ラインになってくるのかなっていうところですね。これがダブルトップ、直近のこのね、ダブルトップの、えー、形を作られる最終防衛ラインというところが4万1600。で、ここも割ってくるのであれば、やっぱりね、ここよ、万えー、400から4万ぐらい、4万ドル付近、ジャストぐらいまで。 まあだたい500ドル幅ぐらいはバッファーも出してほしいんだけどこの辺までの落ちっていうのは、えー、想定内にしておくべきと許容範囲内ということにしておくべきかなというところでございますはいなのでまあ一応ね僕の中では4万1000えー、まあそうやな500ぐらい終わってきたところからは、えー、ここのねネックラインである4万1700っていうところを上抜けるまでは 縦値で撤退ね縦値で撤退する形で抜けるまでは、えー、ショートで立ち回って4万までは引っ張っていくと4万400ぐらいかなこれね4万500ぐらいで理覚しちゃう方がいいかもしれない最近ちょっと右肩上がりの三存的な形に出てくる可能性が結構多かったりするからこのね直近の安手に対してあの平行にはならない形での三存っていうのが最近出てきやすくなってるからまあここはちょっとねあのー 例えばけど、途中の 200EMA 付近だけもう理覚しとくか、みたいな感じの、えー、動きの方がいいかなと思うんで、まあ4800から4500ぐらいまで。まあこのあたりはまあ人それぞれのね、あの見方があると思うんで、まあちょっと手前、あの、目標地点は4500、えー、ぐらい、400、500ぐらいなんやけど、少し手前に、まあ理覚検討するポイントっていうのは置いといた方がいいのかなと。まああんまり強欲に行きすぎるとね、あの結局、ちょっと手前、自分の理覚ちょっと手前、もう多分みんなね、あの経験したことあると思うんだけど、僕もほんまね、もう忘れもしないよ。1ドルよ。 1>, 1ドル手前で反発して縦にまで戻ってくるっていう悪も一回経験したことあるけど、まあ、みんな経験したことあると思うのよ。俺の利確みたいな <laughs>。だから、まあ、ちょっと自分の思ってるポイントよりは少し手前ぐらいにまあ利確を置いといてもらってまあ強欲になりすぎずあのしっかりと利益を積むっていうのは忘れずにねしといた方がいいかなと思うねんだけど、まあ、一応目標は4万500ぐらい。まあ、ここまで来るとダブルトップ のえー、頭がねダブルトップ型になっている3ゾーンをちょっと想定し,していく形になるのでまあこれはねもう昨日の動画でも言ってるけどまあ基本的には、えー、下目線に切り替えていくような形で3万7000までは引っ張っていけるような、えー、下落になると思うのでそうなってくるとまあショートメインで立ち回っていこうよという感じで僕は考えておりますはい まあ今現状がダブルトップになるかもっていう話ではあるものの、まあ、ダブルトップにならなずにな,ならずならなずに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 って何か分かれへんけどこのまま強行突破していくけどならなずに、えー、上に上がっていく可能性っていうのはある、まあ、そこを、えー、ポイントとして見ていくのであれば僕の中では一時関賞を見てほしいなと思ってます。 上への可能性ってやつね1、えー、時間指で見ると、まあ、確かにここがね、そのさっき言ってた、えー、4時間足のダブルトップなんですけど、今現状1時間指で見ると、安値は切り上がってるわけです。この黄色いトレンドライン見てね、安値切り上がり。で、しかも3点目効いてますよ。ね。で、しかもちょっとまあ、左お尻がちょっと大きいものの、ね、えー、ダブルボトムみたいな形も決まってる。で、今ダブルボトムのネックラインを試しに来ているっていうポイントなんですけど、まあ、この、 形を見ると、アセンセンセセセセンセセですね。なので、ま、ここのアセンセンセセセンセンセセは、あの、基本的には見ていきたいなっていうところ。ここが、ま、上への可能性ってやつですよね。ま、俗入、アセンディング、俗入ね。あの、僕のチャンネル風に行くと、アセンセンセセ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 なんですけど、俗入、アセンディング、トライアングルね。要は、高値がある程度一定、ま、大体4万3千円0ぐらいかな。約4万3千円というところが、ま、一定であって、で、安値は切り上がっていっている。じゃあ、これ、どっちが強いのっていう考えるわけなんですよ。 安え高値要は売り側ですよね。売っている側は高値を一定にしかできてないわけね。4万3000円ぐらいでしか抑えられてないわけ。けど買い側のい、えー、威力を見てください。安値は切り上がってるよね。ってことは買いの方が今優勢なんじゃねえのっていう見方をするっていうのがチャ、えー、このチャートパターンの特徴なんですけど。ってことはどうなるかっていうと、まあ、上に抜けやすいよーって言われてる。ただよ。 え最近ね、このアセンディングトライアングル、えー、逆側ね、えーや、高値は切り下がってるけど、安値が一定のやつはや、えー、ディセンディングトライアングルっていうんですけど、ディセンディングトライアングル、アセンディングトライアングル、この2つのチャートパターンは基本的に否定型がよく出ているっていうところをも鑑みると、まあ、基本的にちょっと下に落ちそうだなっていうところも一つ頭の中には入れといた方がいい。はい。だから僕の中では、えー、基本的に今現状ね、 直近のこのダブルボトムのネックラインである、ここの試しを見ていく一つ目、ね。えー、だいたい4万2600ぐらいかな。このあたりを見ていく。で、その後、もう一つの防衛ラインが、この高値の切り上げラインね。高値の切り上げライン。えー、ごめんなさい。全然違う。全く逆よ、えー、安値の切り上げラインね。この黄色いトレンドライン。この黄色いトレンドラインのタッチは見ていきたいなっていうところで、 まあ一応ねそこに1、えー、時間足の雲とかも交わってくるからねこの辺りも含めて鑑みると大体、えー、いい4万200035060、えー、ぐらいかなこの辺りまでは基本的には拾い想定で見ていきますよっていうところですはいで、えー、ここからですねもしサポートがあったらしっかりと拾っていって買っていって直近の高値の4万3000っていうところは一度利活検討しておくまあ、それでも十分 えー、まあ、600ドル幅ぐらいまあ短期的に考えると十分な値幅取れますよっていうところなんですけどまあ部分的に例えば3分の1利確するとか半分利確するでもいいしまあ利確はやめておいて抜けた、えー、ここでねもう縦て撤退するんだともう握り潰すんだという方もまあ一人一、えー、つねいらっしゃるかもしれませんがまあ基本的にはここ、えー、上抜けたらストップを上げてきてで、えー、ここを割ったらこの値幅分はしっかりと利益として確保してるけど、えー、上も狙えるんだよっていう戦略でいくかという感じで考えていくとまあこの考え方に関してはもうずーっと。 説明してきてきるからもう皆さんにも十分ね身についてる頭の中に入ってるかなと思うので、まあ、それはねあの皆さんの心に、えー、胸に手を当てて、えー、聞いていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。まあとりあえずですね、えー、4時間舎とダブルトップに警戒やけど1時間舎とアセンディングトライアングル上に抜けそうだなっていうところもあるんだよっていうところは、えー、理解しながら、うん、あの自分のね、えー、目線っていうところを、まあ、ある程度こう ねえー、決めていて短期的にトレードするのか中期的にトレードするのかはたまたね、えー、長期的に見るのかっていうのは、まあ、人それぞれありますからその辺りは皆さんのね、えー、トレードのスタイルに合わせて僕の情報はね、えー、うまく活用していただけたらなというふうに思っております。そ、はい、そうだ、ね、そうだだねね <laughs> <laughs> 急にカーリング出てきたわ <laughs>。そうだね。うん、そうなんです。はい。なので、まあ、とりあえずは、えー、4万1700、えー、600かな。このあたりを割ってくるまでは、基本的には、僕の中では、えー、上目線ですよ。というところですね。はい。で4万1600、700割ってくるんであれば、今度は、えー、例えばやけど、1時間しの 200EMA とかも割ってくる形になると思うので、基本的には4万までは下目線。下目線というか、短期的には下目線に切り替えていく。で、えー、切り替えていく。で、ここがサポートだったら、えー、上目線に切り替えていく。で、ここに、 抜けていったら下目線に切り替えていくっていう形でやっていこうかなって思ってたりするーするーうーんえっ、ー、とキャラクターが渋滞しておりますので次に行きたいと思いますはいまあそのところですねまあどっちみちそんな感じで僕の中では考えてますよっていうところですまあ基本的には僕は絶対にえー、とここ抜けたら上目線というか、えー、強気に上に持っていくでここをね割っていったら、えー、下目線に切り替えていくっていうまあ ポイントポイントの目線というか切り替えラインというのを、まあ、設定しながら、まあ、トレードしてますので、まあ、これはもうあくまで僕のトレードスタイルというか、まあ、方法であるというだけであって、まあ、これが皆さんに、えーとまあ、完璧にフィットする、えー、アジャストするかって言われるとそうでもないので、まあ、必ず自分のトレードスタイルと合わせながら合わせ持って、ね、僕の目線というのを、ね、うまく組み込んでいってね、あのー、いい感じで融合あのフュージョンしていくとあのフュージョンハにゴテンクスになれるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、このあたりはねあのぜひ 参考ににしなながらら、えー、トレードに役立てていいたただけたらなと思います、はい、丸飲みは絶対やめてください。情報は丸飲みするのはやめてください。一回咀嚼して毒入ってないかしら危ないくないかしらっていうのをしっかりと、ね、吟味して毒味をしてで毒入ってたらペッて吐かなあかんしねあ美味しいなってなったらゴクンって飲み込んだらいいしっていうところで、えー、しっかりとですね皆さんで、えー、精査するようにしてください。はい、では続きまして、えー、イーサリアムちゃんいきまーす。イーサリアムちゃんもま、えー、まずは冷やしから見ておりますよと はい、イーサーに関しては、えー、僕の、ね、思ってた大事なポイントは抜けれずというところですね。で、結構ね、トレンドラインも綺麗に切い取る、ねえー。ここのね、1.2.3アリアですね。1、2、3アリアですね。2、2、3アリアですね。はい、ミック,クチュジューチュですね。はい ね、ここのトレンドラインが、高、え、値、ー、の切り下げラインできっちりと、えー、上引きが出されてしまったっていうところで、まあ、意識されたなっていう感じには見えますよというところですね。まあ、もう一段上 200EMA もあるので、まあ、そう簡単には抜けられへんやろうなとは思ってたものの、まあ、本当に綺麗に、えー、意識されちゃったなっていう感じです。はい。で、えー、そこがですね、ちょうどこの冷やしレベルのダブルボトム、ダッボーですね。みんなが大好き、ダッボー。ね、ダッボの、えー、ネックラインにもなってるから、ここの上抜けからは一つチャンスがある。 ありよりハベリいますわかりね3500くらいまで全然見れるんかなうんこのこのデカさのダブルボトム決まった3500どころじゃ収まらへんねんけどまあ一旦3500くらいが目安にはなるんかなっていう感じですがまあ。 えー、それぐらいの上昇は余裕で、えー、見れるような形にはできてくるというところですね。しかも、このダブルボトムのネックライン、ダブルネックラインが、えー、上抜けれることと同時に、この今の現状を聞いている高値の切り下げラインもブレイク、ね、していく形になるので、えー、ここに関してはやっぱりね、あのー、もうここは、えー、皆さん一緒に歌いましょう、えー。ここはブレイクアップ、ウェイクミアップ、ウェイクミアップ 朝の太陽、疲れたバディ目覚めさせて。ということで、まあ、ここに関してはですね、ウェイクミアップを歌ってもいいようなポイントじゃないかなというふうに思っております。はい。久しぶりやな。めちゃくちゃ久しぶりに歌った気がする。まあ、ただここで抵抗されると、やっぱりね、基本的には僕の中では2500まで見てるから、そこに関しては、しっかりと押さえておいてね、絶対上っていうわけではない。もしここで押さえられて、この白の三角持ち合い、よいしょ。 もうちょっと枠内に収めるけどこの三角持ち合いこのね上限が白トレンドラインで下限が白トレンドラインねここで考えてもやっぱりねこの三角持ち合い中にまだいますからねまだどっちに抜けてるか分かんないでしょってことはまだここのここから下に落ちてくるパターンっていうのは絶対想定はしておかないといけないので2500までは見てますよというところは押さえておいてくださいあ,、えー、あくまで、えー、抜けたあとは上目線に切り替えるんだよっていう、えー、ことでありますよ はい、あのお間違えないようにしてくださいよ。はい、というところでございます。はい、で、ここからですね、えー、短期的な今からの、ね、目線というのを伝えていこうかなと思うんですけど、まあ、基本的な見方というか、ポイントは、えー、ビットコインと同じくしてとていう感じですね。で、えー、現状ですね、まあ、これも4時間足今見てるんですけど、まあ、ビットコインよりは若干ねあのボラが激しくて、4時間足のこのローソク足の動きなんやねんって感じになってるけど、これね。よいしょ。 これちょっと大きめの陽線出てほぼほぼ丸々飲み込まれて陰線でねでそれを包んでいくっていう包み包まれふりふられみたいなねあのー、いう感じになってますけどまあこういう感じで、えー、ちょっとどっちに行こうか迷っているような状況なのでここからまた大陰線が出てこれを包んでくる可能性っていうのは十分にあ十二分にありえるんやけどまあ今現状えー インセン直近の、えー、1つ目の1つ前の2個前か2本前の陰線を大要線で包んでいるっていうことも鑑みるとまあ基本的にはちょっと上の方が買いの方が強めなんかなっていう見,、えー、見え方はしてるんやけどまあこのね行ってこい行ってこいが、えー、3本続いたっていうことは4本目も全然あり得るっていうところはまあ意識しておいた方がいいのかなというところではございますはいただえー、現状ねあのこれもまた1時間足に落としますけどよいしょよっ このね、あらかじめちょっとえー、と動画撮る前に、ね、白丸つけといたんですけどここここ終わるまでは基本的には僕は、えー、画ぜん上目線でいいんじゃないかなと思ってます。うんこれ何かっていうとよいしょ1時間足だとね特に分かりやすかったから1時間足ですあの丸つけたんですけどここねまず1つ目が。 この赤い水平線、ここはレジサポ転換がしっかりと行われているポイントです。2点ずつ、えー、レジスタンス、サポートがあって、で下抜けた後、えー、1回、ね、抜けてるからちょっとね、鮮度は落ちちゃったんやけど、えー、その後も全然サポートされる可能性はあるでしょうっていうポイントやし、ねえー、黄色のトレンドライン、これに関しても、えー ですねで2 2三がリアですね三がリア三が、ねえー、リア,ガリアデュワで、えー、上に上がってくるっていう可能性三が、うん、リアチャートってことですよねうん絶対違うんで今のに関してはちょっと一旦忘れていただきたい <laughs> 皆さんの頭の中の消しゴムで消していただきたい <laughs> <laughs> 黒歴史であると。ね。いうことだけはお伝えしておきたいんですけど、まあ 1, 2, アリア、123がりアね、223がりアということで、まあ、結構効いてるトレンドライン、黄色のトレンドラインもね、こうに関してもやっぱり効いてくる可能性があるというふうに考えると、ここのサポートっていうのは十分、十二分にチェックしていってもいいでしょうっていうふうに僕に、僕の中の、えー、計算式、えー、有機 PC ですね。有機パ,ソパーソナルコンピューターは弾き出したわけですよ、計算式をね。はい。なので、ここはしっかりと見ていきたいなっていうところでございます。はい。ここに関しては、えー、クモとかもね に関してはやっぱりいろんなセオリーを鑑みても、えー、十分チェックし,、えー、してもいい、えー、局面になるんじゃないかなとポイントになるんじゃないかなという風に思ってますまあ、それがだいたい約3000ですねはい、水平線も効いてるし3000っていうね切り番もそう、えー、3000まで落ちてきてくれ,くれたら買いたいなっていうね思ってるね個人投資家の方たちもいらっしゃるでしょう、ねえー、そういうところも鑑みて、えー、トレンドライン水平線3000っていう切り番、ね、雲の切れ目、えー、手前、えー、寸止めってやつですよねで考えたらここかなと いいうところでございますまあただここ終わってくるんであればやっぱりね一旦、えー、僕の中では次が2920、うん、で最終防衛ラインが2830かな、うん、直近のね直近,内、はい、直近の間で直近の目安としては283040、えー、ぐらいこの辺りが、えー、直近の、えー、最終防衛ラインになるんじゃないかなというところでございますのでこの辺りはね、えー、参考にしながら皆さんのトレードにお役立っていただけたらいいんじゃないかなというふうに思いますはいまあそんなところですねイーサリームはよいしょ うん、でございます。はい。では続きましてが、えー、リップルですね。リップルもちょっとね、こっから苦戦しそうやなっていう感じには見えますが、結局ですね、やっぱりこの、イーサリアンもそうでしたが、三角持ち合いの上限の線っていうのが結構今、ビタで効いてきているっていう感じですね。イーサーもリップルも、どっちもね、あのー、トレンドラインに阻まれて、あ、違う、レジスタンスラインに阻まれているっていう感じです。はい。直近の高値の水平線と、えー、高値の切り下げライン、このトレンドラインですね。この赤の三角持ち合い。 こののの三角持ち合いの上限の線、ここで、きっちりね、えー、抵抗されて、今、どうしようかなっていう、迷ってる感じですよね。ここ、上抜けていくんやったら、えーね、前も言ったと思うけど、0.9まで、えー、は上昇してくるであろうし、0.9,0.95とかかな。うん。で、そこも抜けていくんやったら、1ドルの攻防戦に入っていくと。で、1ドルも、えー、倒せるんやったら、もう一段上を目指せるような形、上値がかなり軽くなるような形になるんじゃないかなというふうには見ておりますので、まあ、そのあたりを今、チェックしつつっていう感じですね。 はい、対局の動きも見ながら、えー、局所ね局所局所を見ていくという感じで僕の中では考えておりますはいで今現状の動き見ていきますがまあやっぱりこのねし、えー、で見た赤のトレンドラインまあここでねよいしょまあ4時間足で見てもまあ多少抜けたもののね、えー、次抵抗されてるのでやっぱ抵抗されているのかなと意識はされてそうだなっていう感じの動きに見えますよとただ今直近の動きで見ると4時間足レベルで見た時にもしっかりと安値の切り上げが123 4ね。123ガりや223ガりやですね。で、高値も123回切り上げてるって考えるとえ、基本的には4時間足レベルでは上昇トレンドに切り替わってるんだよっていうところですね。はい。なので、ここの上昇トレンドを維持できるのかどうかっていうところがポイントになってくると。なので、直近の安値を終わるまでは基本的には上昇、えー、上目線で、えー、やっていくっていうのはもう基本的な順張りの、まあ僕の中の手法というか、ポイントですね。はい。なので、直近の安値ってどこかっていうと、まあ大体、まあ、えっ、ー、と0.815とかかなになってくると思うんだけど、 ここですね、まあ、ただね、あのー、イーサレムと,リ、えー、とビットコインのと違うところは、ダブルトップっていう形にはなってないかな。うん、ちょっと右肩下がりすぎるので、うん、右肩下がりすぎるから、まあ、高値も切り下げられてしまってるがゆえに、えー、ダブルトップ、右肩下がりのっていう、えー、まあ、 サブタイトルがつく、えー、ダブルトップに見えるかなというところですね。まあ、やとしても、まあ一応0.81、まあ4、5ぐらいかな、うん。この辺りがネックラインとなってて、で、ここを割ってくるようであれば、一旦下を目指しに来るかなっていう感じには見ておりますが、一応僕の中でリップルの最終、えー、直近のね、えー、防衛ラインは、えー、0.8ですね。0.797とかなんで、まあ約0.8。ここがまあ最終防衛ラインかなというところでございます。 まあこれなんでかっていうと、まあ、ここもね、今、レジサポ転換起こったようにも見えてるんですが、まあ、実際ここはレジサポ転換、このスカイブルーのゾーンですね、ここに関しては、レジサポ転換がもう実際に起こっているポイント、まあ、要は意識されたポイントであって、なおかつ、えー、直近のね、えー、1、2、3がリア、2、2、3がリア、えー、4点もね、 効、えー、いているトレンドライン、ここの、えー、タッチになってくるという形になるので、まあ、ここに関してはやっぱりさ、えー、しっかりとね、えー、サポートはチェックしていきましょうよという感じで考えております。はい。まあ、えー、リプラスのところかな。うん。で、途中に0.0、えー、0.77。ここはまあ1回チェックはしておきたいなというポイントにはなってます。ここに関しても、えー、レジスタンスが1、2、えーまあ、3、約3。 うん、約3というか三回かな。3回レジスタンスがあって、サポートが1回。なので、まあ、このサポートっていうのも見ていきたいなっていうところではある,あるものの、まあ、ちょっと弱いかな。まあ、200EMA っていうのも絡んできてるから、まあ、日本の矢は揃ってるんですけど、まあ、だなので、チェックはするべきかなというところですね。はい。で、最終防衛ラインは僕の中では0.75と、えー、見ておりますので、0.75終わってきたら基本的には、零、え、点、ー、0.64とかかな。うん、六あ、0.68ぐらいも見えるんかな。 うん、三角持ち合いの加減であったら0.68。で、水平で考えるんやったら 0.、あ、そうやね、0.68やね。はい。やと思います。なので、このあたりを、えー、サポートを確認して三角持ち合い、えー、下抜けるようであれば基本的には下目線に切り替えていくんだよというところですね。まあ、ただ、こっからこの三角持ち合いの上限から下限まで十分ね、あのショートに取っていくポイントっていうのはあると思うので、まあ、基本的には、えー、僕の考えているサポートラインを抜けたら、短期的にもショート、えー、拾、あのー、っていってもいいのかなというところであります。はい。 まあ下値の余地は十分にあ,十二分にあるので、まあ、そこに関しては、えー、局所、局所抜けてきたところは、えー、ショートで取っていて、もしくは今ね、えー、低めの位置から、ね、えー安,ねえー、安い位置からロングで引っ張ってこれている方は、ヘッジでショートを打ってもいいような、えー、局面にはなってくるんじゃないかなっていう感じですね。はい。のような、えー、今局面にはなってます。どっちかっていうと、背が近いのはショートになってますので、まあ、ここに関しては絶対ね、あの今の状況っていうのは間違わずに、えー、見ておくべき必要があるのかなというところでございます。はいでは、 えー、そのまま、えー、テラことルナちゃんから、えー、残り3名からいこうかなというふうに思います、えー。まずはですね、ルナ、テラですね。ルナって書いてテラって読むって誰が言ったん <laughs> もう分かりにくいわ。ルナにしよう。<laughs> ルナにしよう。ね、ルナ。ね。わかって言ってるねんで、テラっていう名前はわかって言ってるから、そこは管理してや。はい。 えー、テラちゃん、ルナちゃん、ルナちゃんを見ていきますが、ルナに関しても今、三角持ち合いの、えー、ところにいてますよと。ただ、えー、今現状ですね、ちょっきり、えー、ぴったりカンカン、ぴったりカンカン、金、えー、ンコンカンコンですね、ここダブルトップですよというところです。ちょっと待ってや。これいつもね、現物のやつだけね、ペンの色が戻んのよね、勝手に。これ、ほんまね、バイビットさんずっと出てるけど戻してくれねえな。<laughs> うん、これダブルトップね、えー、の予想を呈してますよというところですね。えー、92ドル。 えー、割ってくるとダブルトップのネックライン下割れという形で基本的には、えー、僕の最終防衛ライン、えー、ルナちゃんに関しては87ドルですね。 うん、ぐらいかな、うん、このあたりが最終防衛ライン三角持ち合いの加減プラス水平線も,もうこれ結構ね効いてるのがもう如実に、えー、出ているポイントですね、えー、ここの水平線が87っていうところなのでここの水平線割ってくるまでは基本的には、えー、持ち合いないという感じで見ておきますはい逆に言うとここのね87割ってくるんであれば三角持ち合い下抜けという形になるので戻ってきたところで、えー、三角持ち合いの加減であったりとか87ドルっていうポイントこのあたりで、えー、戻り売りを、えー、観光していくという感じで、えー、見ておいて いただけるといいんじゃないかなという風に思います。はい。まだこのネダブルトップが決まるまでは基本的には上目線でございます。はい。十分今強く上がってきてます。はい。一時的に抵抗されているもののこのまま、えー、ね、えー、この三角持ち合いの、えー、上限ですね。96ドルかな。この辺りを上抜けてくるんであれば、えー、この上昇トレンドはまだ継続という形になるのでね、えー、ここに関しては、えー、十分、えー、上の可能性っていうのはありますよというところですね。なので一応このダブルトップからのね。 否定型でダブルボトム、えー、出てくるのははちょっと期待はしておきたいそうすると96ドルっていうところの、えー、抵抗体は上抜ける形で今度は、えー、ロングでと取っていける104円ぐらいまでロングで取れるような形になるので、えー、ここに関しては、えー、ロングの取り、えー、どころになってくるんかなというところで勝負どころになってくるんかなという感じで見ておりますはいでは続きましてが、えー、ソラナソラナはねこれでめちゃくちゃいい形になってきましたねうん 僕の言ってた面白い、えー、トレンドライン、この赤いトレンドラインですね。安値の切り下げラインからの、えー、高値の切り下げラインまで全部貫通してきている、もう確実に意識されてたやんっていうね、えー、トレンドラインをついに上抜けました。はい。これに関しては明確に上抜けてます、冷やしレベルで。なので、ソラナに関しては、あらいいやんってな感じには見えてます。はい。 ただまあ、このまま回帰してくるようであれば、もう一回そこを試しにくる可能性があるので、まあ、基本的には、冷やしレベルの 25EM ですね、と、ちょうどね、この高値の切り下げライン、この赤いトレンドラインね、この裏タッチングロペスのパンパース買いがちょうど交わってくると思うので、大体まあ、90ドルぐらいかな、90ドルぐらいまで落ちてきてくれると、まあ、買いやすくはなるかなっていうところですね。で、ここ終わってくれやつは一旦損切りです。はい、僕の中ではね、僕の中では損切りですよという感じで考えてます。はい。よいしょ。で、これが今、4時間足。 ちょっとイーサリアム寄りな感じのね、値動きはしてますよね。行ってこいな感じ。4時間足レベルでも見るとね。はい。ローソク足が行ってこいしてるような感じには見えますが。うーん。やっぱりここやね。よいしょ。ここでね、200EMA。4時間足の 200EMA っていうところと、この高値の切り下げラインが交わるポイント。ここですよね。やっぱり90ドルやわ。 うん、あの4時間してみても90ドルね,ね。なおかつえ1、えー、日足で見て25 m エムが90ドルってことは、やっぱりみんな見てると思います。ある程度ね。目線は見てると思うので、まあ、90ドルの攻防戦っていうのは見た方がいいかな。もし落ちてきてくれた場合ね。ここは拾っていきたい。で、えー、上を目指すんであれば、十分、えー、十二分に、えー、いい形は作れてると僕は思ってるので、まあ、ここに関しては拾いどころかなというところですね。らなちゃんに関しては。 だから逆に言うと90ドル割ってくると一旦ドーンと落としてくるかなっていう感じ。ああ、せっかく上抜けたのにやっぱり落ちるんやっていう感じ諦めて売られそうな感じはするかな。はい。まあ、なので、まあ一応90ドルまでを見ていきたいというところですね。はい。で、まあ一応この 4, 4時間足で見た時のこのダブルボトムで、ダブルトップですね。ダットダッドが決まってくるのが大体86ドルかな。なので、90ドル割ったら一旦様子見に回る。うん。一旦のポジ期間を得て、ね。 えーえー、86.5、えー、86. ぐらいかな、このあたり終わってくるようであれば、基本的には下目線で直近の安値ぐらい、えー、78ドルとかまで、えー、見ていくような形で考えておけば、えー、十分上下、えー、考えた上でね、シナリオを構築できるんじゃないかなと思いますので、このあたりはぜひ、ね、参考にしてみてください。はいでは続きまして、最後、MV。ちょっとね、MV、最近お遊びが過ぎんぜって思ってる。<laughs> <laughs> このね直近のこの動きもそうやけどここの動き、うん、もうそうやけど今回もねちょっとおふざけが過ぎませんかっていう感じは見てるけどうーんそうやなまあ一応昨日言った通りないけどな80えじゃあ 0.8? ここ終わるまでは基本的にはまだ、えー、サポートを見ていっていいんじゃないかなと思ってます。 うん、これはもうあの機能反省してるからあのあまりにもバイアスかけずにいくけどうん基本的には0.8割るまではきあのー、まだギリギリサポートは見ていっていい十分効いているポイントではあるのかなっていう感じは僕は見ておりますはいで、えー、そうなってくると、えー、もし0.8を割ってくると 200EMA4 時間足の 200EMA とか終わってくることになるので基本的にはあんまり嫌だなっていう感じイメージ的には良くないうん で、えー、一応ね、冷やしレベルで、このね、ここが気になってんのよ。この冷やしレベルのダブルトップ、ここ決められたらかなり厳しいなって思ってるから、一応最終防衛ラインは0.74としておきます。はい、0.75かな、約。約0.75が最終防衛ラインとしておきます。ここを割ってくるようであれば、まぁ、あ、ちょっとひげ先で捉えるとね、えげつない幅のね、ダブルトップになっちゃうから、あんまり僕は見たくないから、あの、現実逃避して、実態で見てたりもするけど、うんー、まあけど、 この幅分下に落ちてくるって考えるとまあバイビットに上場後最安値まで突っ込んできてもおかしくないぐらいの値幅でガツンって下げられそうな感じがするからはいなのでここはちょっと注意が必要かなっていう感じで MV に関しては見ておりますはいうまあとりあえず最終今現状直近直近近近でいくともう近々よ近近でいくと A0.8 がまあ僕の中では最終防衛ラインとはい、えー、最終防衛ラインっていうかまあ、あのー、最終的にサポートを見ていくポイント で0.75割るんやったら Oh my god ですね。Oh my god だってなってあなたがいたですね。うーん、片思い中。うん、片思い中。よりによってこんな状況を Oh my god ですね。はい、Oh my god になってくるので、まあ、ここに関してはちょっと、えー、NAB48 を知らなかった人は申し訳ありません。はい。えー、このあたりでちょっと気をつけないといけないのかなというところでございました。はい。ということでね、今日は以上で終わりたいと思います。本日もですね、最後まで 動画ごご覧いいたただきままししてありがとうございました、えー、今日の動画を見てね、参考になったためになったな、面白かったななんて思っていただいた方はですね、えー、ぜひ、えー、しっかりとね、ビタミン G を、えー、注入していただいて、えー、グッドボタンを押してですね、ビタミン G を注入していただいて、チャンネル登録も忘れずに、あとはね、通知モードにしておくと、えー、新着動画、えー、ライブ配信などの告知が,くよう通知がいくようになりますので、そちらも活用していただいて、応援の方よろしくお願いいたします。あとですね、 え僕のおすすめしている仮想図が取り除のバイビット。ね。えー、最近ちょっと板、板が薄くなったとかね、言われたりしますが、ぜひですね、えー、使ってみたいよっていう方は、まあ、使いやすさは本当にね、あのトップクラスです。間違いなく。これはもう本当に声を大にしていたい。使いやすさは間違いない。はい。で、あのー、日本語のね、サポートもついてますし、えー、そのあたりは初心者の人にも優しいのかなというふうに思いますので、えー、ぜひですね、えー、使ってみたいよっていう方は、動画の概要欄一番上のバイビットの遣い解説に言われるから、え、コゾの方を解説してもらえるといいんじゃないかなと思います。はい。あとは、そのところでね、 はい。ということでね、今日は以上で終わりたいと思います。えー、一応ですね、えー、今週は明日がラストですね、明日が最後の動画、えー、土曜日、日曜日とお休みいただきますので、そちらでですね、ぜひご,ご理解、ご了承の方をよろしくお願いいたします。ということで、また明日の今週最後の動画でお会いいたしましょう。バイバイ本日も最後まで動画をご覧いただき、本当にありがとうございました。チャンネル登録はこちら。 おすすめ動画はこちらリアルタイムトレードの情報は Twitter のフォロー質問や応援メッセージはオフィシャル LINE の友達追加もぜひよろしくお願いいたします詳しくは動画の概要欄をご覧くださいそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ